ヤスマニコペロエスコバルはキューバ出身でトルコ国籍の陸上競技選手。専門は障害層の400メートルハードル。自己ベストは47秒81のトルコ記録保持者。2016年リオデジャネイロオリンピックの銅メダリスト、2017年ロンドン世界選手権の銀メダリストである。キューバ人時代には世界大会こそ出場できなかったが、 中米カリブ選手権などの国際大会に出場し、メダルを獲得した。2012年4月25日からトルコに住み、2013年10月21日にトルコの市民権を取得。2014年4月30日からトルコ代表として競技することが可能となった。2015年8月、北京世界選手権、男子400メートルハードルではこの種目で、 トルコ勢初の出場を果たすと、予選で48秒89、準決勝で48秒46と、大会前の自己ベストを大幅に短縮して決勝に進出。決勝は48秒96の6位でメダルを逃した。2016年7月、アムステルダムヨーロッパ選手権、男子400メートルハードル準決勝を48秒42のトルコ新記録で通過。 決勝ではタイムを落としたものの決勝唯一の48秒台をマークしスペインのセルヒオ・フェルナンデスディフェンディングチャンピオンであるスイスのカリム・フセインらを抑えて金メダルを獲得したこれはヨーロッパ選手権の男子短距離種目でトルコが獲得した初の金メダルとなった二0十六年八月リオデジャネイロオリンピック男子四百メートルハードルではこの種目で トルコ勢初の準決勝進出を果たすと、準決勝も通過して2年連続で、世界大会の決勝に進出した。迎えた決勝では1ヶ月前にマークした自己ベスト、およびトルコ記録を大幅に更新する47秒92のトルコ新記録を受立し、カーロン・クレメント、ボニー・フェス・ツムティに次いで銅メダルを獲得した。これは、オリンピックの男子トラック種目で、 トルコが獲得した初のメダルとなった。2017年8月、ロンドン世界選手権、男子400メートルハードルには、今季世界ランク5位、出場選手中では4位となる48秒24の記録を持って臨むと、予選と準決勝を順当に突破して3年連続で、世界大会の決勝に進出した。決勝では、カールステン・ワーホルムに0秒14及ばず、 48秒49の2位で惜しくも優勝は逃したが、2年連続で世界大会のメダルを獲得した。また、これは世界選手権の男子トラック種目でトルコが獲得した初のメダルとなった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風、タイは向かい風を意味する。優勝したダイヤモンドリーグの大会を記載、ありがとうございます。